お疲れちゃんとラッです。今日はですね、アップデー後こちら進化ロケ砲を使っていこうと思います。ということで、めちゃめちゃでかいアップデーがね、はい、来たんですけど、メインはやっぱ進化かなといったところで、昨日ネスケの続きのロケ砲を触れていこうと思います。で、限界突破、まあ、進化限界突破って言うんですけど、限界突破それにはね、こちらのね、限界突破シャードを6枚集めなきゃいけないということで、まあ、課金をするか、まあ、しなくてもね、はい、宝箱から出たりだとか、こういうね、チャレンジでゲットできますので、これをゲットして、限界突破させましょうと。で、限界突破させたカードは、このね、デッキの左上に、はい、持ってこないと、あれ？なんで俺のカード限界突破せんの？みたいな。全然、え？いつものままなんだけど、みたいなのは、はい、限界突破ね、6枚、シャドウを集めれてないか、デッキスロットの左上にね、置けてない。これ僕、ずっとやってました。あれ？いつ限界突破したんだ、おー、負けちゃったなみたいな言ってたんですけど、限界突破してなかったみたいなこともあるので、はい、お気をつけてください。はい、ということでやっていくんですけども、俺の中ではこの限界突破4つ出たんですけど、まあ、スケが一番強いかなって思ってたんですよ。で、まあ、2番目がロケエコかな、でちょっと間空いて3、4番目にロイとババかなみたいな思ってたんですけど、ごめんなさい、ロケコス、俺的な感覚ですけどね、一番強い俺的感覚でいくと、マジ一番強いんじゃねってちょっと思ってるんですけど、皆さん的にはどうなんだろうって。あ、やばい、これヘッポコした、うっ、ヘッポコしたと思ったんですけど、僕がちょっと入ってる。いや、でも苦しい。ごめんなさい、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 痛い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 、はい、ということで、で、限界突破させたカードなんですけども、試合中にね、勝手に成長してくれます。なんでチャンピオンみたいに操作する必要はないよと。で、どうやったらその強いのが出てくるかっていうとね、今なんかダイヤみたいなの出てましたけど、あの回数試合で使ったらその次がね強くなって出てくるんで、あ、ミスってる、でけえ、よいしょ。勝手に、使ってたら勝手に強いのが出てきます。でも慣れてくるとね、ちょっと狙って、この周期ちょっと今チャンスだよね、みたいな、狙って戦えるかもしれないんですけど、慣れるまでは勝手になんとかしてくれ、頼むぐらいでいい気はしてる。さあ、まあ、ボム強いよね。ボム強いよね。これさあ、まあ、マイティで守っていくんのかな、これですね。はい、今2個出てるんですけど、1個埋まってるんで、まあ、次もう1回出したら、この次のね、はい、ロケコはめっちゃ強いです。矢の雨耐えます、矢の雨耐えるし、戻ってロケコ、うわ、戻ってこねえか、いや耐えれそうじゃね、これこれこれ、はい、矢の雨耐えるロケコ召喚、しかも火花がね散るんですよ、こうやってめっちゃ強いんですけど、ファイボではワンパンされます。さすがに矢波与えるんですけどね、っていうのでやや強性能なのが出てくるんですよ。相手なんかめっちゃ多いな。で、1回出した限界突破は通常に戻っちゃうんで、また今から3回目かな、には強い。さあ、まあ、でもこのロケコずっと強い。普通のロケコでさえもまあ強いんでね、進化しても強えよっていうね。あ、吹き矢に、やめろやめろやめろ。さあ、ロケコ無限、今回の相手5だけなんでね、一生ロケコは残りそう。おいか、おかえり、おかえりさせて、これ親衛隊ロケコ、これやめとくか一回ね、冷静にというか限界突破見たかったんですけども、いや、マジめっちゃパチパチして、気づいたらすげえダメージ入るんですよね。本当にロケコ最強だと思うな。あ、そう、あんま説明できてなかったんですけども、こんな感じでね、残ってね、パチ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 で継続ダメがあるんですよ。これがねマジ強なんですよ。さあ、ということでやっていきましょう、ロケコちゃん。マジで強いんだよな、気持ちいい。
あとカード出てくるのこれが可愛い、本当にかっこいい。さあタイル、まだ1回も出してないんで、あと2回パッパ出して、3回目はねちょっとステータス高いんで大事に行きたい。これさゴーストやりたくね。いやめっちゃいいんじゃない。あーゴーストやってほしかったね正直。やばい、そういう感じね。読みウッドだけやめて。あえぐ、読みウッドしてくるのも当てんのもうまいし、読みウッドでゴブリン読むのもすごいし、読みウッド来るの分かってんのもねみたいな。分かってんなら違うとこに出せやってなるけど。でかいね、ホームランバレルだ。そういう相手ですね。アウプリなんだけどゴーストなんですよね。まあ、ロケコは強そうということで、ハシマイプリンこんにちは。パタッ。ああこのアイスピを拾うハシマイプリンよくあるっすよね。わすげえ、なんかアウプリというか人気に近いっすね立ち回りがね、陸でね。いやでかい、でかい、よくやった。ちょ一回これ我慢しよう。カウンターがえげつない。でそろそろね限界突破溜まってくんじゃないっていう話なんだよね。我慢しようっつってコスタまたから行っちゃった。おおロケ防衛手堅い。さあ来たー、最強ロケコ、こいつマジ命。もう本気でいっちゃおう。さあえっ、おでもパチ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 、惜しいね。もうちょっとで全部どっか行きそうなんだけど、やべ微妙に外した、めちゃめちゃ微妙に。やべ、なんでつらん、やだやだ、限界突破ロケコ欲しい。もう限界突破で全部ロケコして、普通のロケコも強いんですよ別に、今まで通り、今まで通り強いんですよ。ういういもうこれだけですよ。さあ来たよ、もうこれで決めてあげようか。はい、拡散でめちゃめちゃ削るねー、やば、あの位置であんなに入るのやばいよね。フォグ入ってるようなもん、フォグを遠距離で投げてる、やばくないですかロケコ。あれしかも HP 上がって矢並べたいのもやばいんですよね。そうよいしょ、いってらっしゃい、めちゃくちゃ頑張ってくれる。いやーもう普通のロケコンも好き。こっち来んな、来んな来んな、残れ。まあまあまあ、行かれてくれたら行かれてくれたでキング起動もされないし。さあスーパーキーの防衛むずい、難しいよ、使ったら危ないかな。これがね限界突破ロケホだったらね、今もし形組まれて山雨とか打たれても残るんですけどね。うわすげえ来る、おいよく耐えた、しかも金起動もされてない。これを4個削ぐどうですか、許してくださいお願いします。遅れてやりきね、はいはいはい、いいよ2発ぐらい入るんじゃね。しかも次これロケコこれ最強なんで矢波耐えれるんですよね。どうしよう、なんか雑に切りたくない感あるっすよね。延命しまくりたい最強、まあ、矢波レイジまで打たれると
ちょっと怪しいんですけど、いや、この手札幸せじゃね？ずっと持ってきたい。おお、まあ、なんか読み？手札回しね。か、もうこう削りに行っちゃう。おい、最強。パチパチパチ。やばい、それ受けたらよくない。いや、でも、パチパチパチ。めっちゃ残るこいつ、やばすぎ。レイジザップか、レイジもう打たれて、ザップも打たれたけど耐える。はい、これがいいのよね。しかもこのさ、パチパチであのスパンちょっと削れそうじゃね。あー惜しいね。まあでもこっから持っていかれるのがスパーキーみたいなのがあるんですよね、ぶっちゃけ。なんか巻いて戻ってきた優秀すぎ。あ、待って、ミスった。はい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 。いや、もうロー傾向がやばくないミリで、あれでもレジ打て飛ぶやろ、ザップ打て飛ぶやろ、両方耐えていく。パチパチマジで強い。あ、なんかだいぶホラーなバナーが出たんすね。あんなキャラクターおったくらろわ。パチ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 。いや、ロー結構えぐいな。めっちゃ強くね、ほんとにもう積極的に出しちゃいたい。あー、ファイボはワンパンなんですよね、進化しても。まあ、ラバっぽいよね、この感じ。あ、マジでごめんなさい、豚いっぱい。まあ、さすがこのロケコが最強なサイクルなんでね。いらんか、ウッド。さあ、ロイジャイなのかな。あー、キングギド素晴らしい。いや、なんかあんまロケコエイムよくねえな。うわー、なんか絶対もっといい感じにいけた感あったよな。いやー、か痛い、入りすぎやろ。いや、これロケコね、最強なんすけど、このロケコ5でいかれちゃうんですよ。そう、だからまあ、5打たせられるはするんですけどね、なんか5打った後とかに使いたいよなーっていう贅沢願望もありながら、まあそんな強くはいかんよなの。これでいいや、このパチパチのダメージこれで許そう。強っ、墓石。もっとボム置いとけばよかったっすね、ダメージ受けちゃった。さあ、まあ次のロケコはまあデフォルトですよね。いや、ちょっと嫌なんじゃない、ロケコダメージ。いや、こっから勝てますよこの試合。今5打ったね、これデフォルトね、デフォキノコ。次のロケコかな、最強です。いや、これまた熱い流れ。そのケツは、そのケツはやってない、これ宝石を壊したいな。あー、いい位置。あー、めっちゃいいトリトン、お上手。延命したい、相手もね、延命されるのが嫌で処理がお上手。ファイボでいかれます。まだ5打って、うっ、耐える。いいよ、一発耐えるね、これ。オッケー、オッケー、追い上げてきてる。いや、ロケコマジ強い。こいつのおかげだもん、全部。一回無理をしない、このね、
ゆっくりロケコサイクル、はい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 、使わせてね。ボムが反応するよ、いいね。で5使ったね、ロケコのサイクル。ひなかわっしょ。え、相手の V じゃ、バケモンのやつだ。バケモンロイ来た、なんかノックバックするやつ。いや、でも全然止まる。いやでもダメージ差をね、あ、このロケコや、絶対あるよ。あるよ。たまたま跳ねろこれ。来た、うわうわー、パチパチ、うわー、ミリ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 、1センチもないよ。あとあとワン、もう一個進化してよ、ロケコ限界突破足りないんじゃね惜しい、バック欲しかったな。あとワン、マジワン欲しかったっすね。呪文回せばよかったかな、回りそうになかったっすね。てか相手のロイジャイ進化してたっすね。まあでもなんかあんまそんなわかんねえ、さっきのではね。俺今回のロイジャイあんまり強くないと思ってる側なんで、めっちゃ強いかもしんないんですけど、まあ施設にちょっとやっぱりね、今まで通りそこまで強くはないっていう。施設と遠距離ユニットなんで、まあこのデッキだとね、あとアイスピで固めてのゴブリンとかもだいぶ刺さりそう。さあこの相手、俺なんかさっきこんなデッキ当たったよな。最初このデッキなんか地味に流行ってるっすよね、謎に。本当に太陽はボム咲いた後はね、まあ後半ってか、ヤナーヌか、後半は俺の方が強いと思うんで、一旦序盤耐えたいよね。でも攻めちゃう、はいはい、オッケーオッケー。このロケコは一生延命したいけど、まあ、潜られるぐらいなら別に。さあ潜んなきゃこれ一発殴るんですよね、このミリ。このミリで一発いけんのかな。うえ、あ、いかないんだ、さすがにミリすぎた。次最強です、ヤナメ耐えるんで、これやばいよね、ヤナメ耐えるんで、これ相手絶対突破できない。で拡散もあるっしょ、え、ロケコでこれ相手の全部散るで、親衛隊。いやー気持ちいい。いやでも打ってもね、解けないんですよねこれやばくね、これやばいよな、やだめって何ってなるよね。いやー延命したいんだよな、延命できないかな。はいはい、あー、まあこれは通常通りです。いやーでも拡散入りすぎ、雑いね。まあボム強いですから、やばくない頼もしすぎん、あのサイクル。ああなるほどね。ここで折れたら負けるよ、大丈夫かな、ちょっと怖い。まあさすがにホグ完封する方法ないし、ロケコもいるんでグッドゲームかな。いやマジ、あのサイクルの時
最強になっちゃうっすよね。だから柳雨がまあ気持ち弱くなったかもね。最近すごい多かったんでね。マジ柳雨にはねロケコ最強のタイミングが生まれてしまう。えぐいね。ちょっと柳雨は終わりかもしれない。ファイボポイズン、まあファイボー、まあ今ですら強いけどね、もっと強くなるやんっていう。さあレイジー、わ多いんですよねレイジー系もね。エリババア、うわお。まあ適当に耐えて K2 スパーキーピューン。いやスパーキーもちょっと多いんだよなと思ったらゴレか。またロケコゲーじゃないですかこれ。エリポンはあお、ファイボになってる。エリゴレがすごくない。エリゴレがファイボってまあ、ロケ砲を処理できないからかな、わかんないけど今までにないという。早かったか。もうちょっとマイティで事故ってほしかったか。さあまあでも俺も神でしょでしょ。こんなんもボボいたら大きくはいっぱいね、ロケホーハーレムしてあげるっすよ僕が。幸せロケホーハーレム。この右隅の行こうで潜る。こいつもずっと強いんでね。次最強のロケホーです。まあファイボで行かれる意味はない。いやあの緊急したいな。あれなんかロケオがやりすぎてる。もしかしてパチパチロケオ頑張れ。いやそれ嫌だな。いやロケオこっち来い。こっち来ねえか。来ねえよねそりゃ。まあ、回します。あの拡散のロケがあったらすげえ幸せだった。あでもライドラ溶けそう。オッケーオッケー多分。いやーめっちゃいい。いやーもうロケコやん、ロケコやん、ロケコやん。パチパチ。いやこれ火花の圧がやべえわ。なんかこんなんけねパチ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 見てるとね花火大会行きとうなってくんな。ロケコとこんな可愛い子がね一緒に焼きそば食べて一緒にリンゴ飴も食べて最後は横からロケコの花火浴びて素敵だ幸せだ。はい、クイック。いやマジでいいな。なんかこの絵が変わるのもいいっすよね。変わる？変わった？4枚かっこよくなった。さあタルババ、まあ、ガムチ野郎ですね。あんまり言いにくいけど、あこれロイジャイやん。この多分この人なんかロイジェイなんですけどボーラーとかも入ってる。何それみたいなロイを使う人だった記憶が私はあるんですけども。あーえめっちゃ消えるタイミングうまいな。まあボーラーとか言っといて行くんですけどね。うわー取るねー綺麗だね。えめっちゃ綺麗相手の防衛。さあまあ言うてなんとかなりそうな気もしてはいるけど、これ樽ってくるの延命したいっすね。もうボムまであんのかよ。それは違う、
それは無理。え、やばくない？これエレジャイ？いや、ロイの人なんですよね。そう、変なロイ。トルネボラボム、エレキマンセットで、ライトかな。うわー、削り負けしたくないな。いやー、マジでパチパチやば、めっちゃ強い、頼もしい。いやー、これサイド逆がいいな。マジタイブレイクだな。アイス削りと進化ロケ砲で端前パチパチ結構大事っすね。トルネか、ネードもあるもんね。うわー、やだねー、ロケ砲そう回っちゃう。うワンチャンあるぞ、マジ。いや、マジでめっちゃいい攻めした。いや、施設やだな、フェイク削りだなこれ。マジありそう。じゃ買ってくね。うわー、でっか。いやでも進化ロケ砲防衛力高いな。イエスさんだけいてもね、パチ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 ってマジめっちゃロケ砲してます。皆さんの意見もコメントでお願いします。ではお疲れちゃんです。